川口春奈が肩なし。9月14日に最終話が放送された俳優中村倫也主演のドラマ、ハヤブサ消防団。2022年に放送され、社会現象を巻き起こしたドラマ、サイレントで主演を務めた女優川口春奈がヒロインを務めたことでも大きな注目を集めた。同ドラマは、中村演じる主人公の作家さん馬太郎が、移住先である、ハヤブサ地区を乗っ取ろうとする、聖母アビゲイル教団に果敢に立ち向かうという物語。教団の聖母は、女優小林涼子演じる山原信子で、すでに他界。教団は、川口演じる立木彩を、新たな聖母に擁立しようとしたが、さん馬は、全力で阻止しようとする。最終話では矢が死んだはずの信子と対面するシーンがありました。聖母として崇拝されていた信子と新しい聖母となる矢が顔を合わせる注目のシーンでしたが、小林と川口の顔の大きさが違いすぎて、信子が言っていたセリフが頭に入ってこなかったという視聴者が続出したのです。小林の顔が川口より2回りほど小さく見えたと言われるほどでしたね。SNS 上では川口春奈と小林涼子、大人と子供ぐらい顔の大きさが違う、小林涼子の顔の小ささがカルト級、小林涼子の顔握り拳くらいしかないんじゃないのか、小林さんを顔が小さすぎるのよ、川口さんと向き合った時の差が、ここまで顔が小さいと川口と共演 NG がありそうなレベル、などと、小林の顔の小ささに驚くコメントが殺到した。小林は顔の小ささだけでなく胸の大きさもこと次元級です。23年5月23日に投稿したイングラムでは、ジタピタしたタンクトップ姿の写真をアップしていますが、体のラインがよくわかり、バストはメガトン級の膨らみでした。ただ、ハヤブサ消防団で9クール連続のドラマ出演となったものの、これまでは脇役ばかり。しかし、今回、顔の小ささで川口を公開処刑にしたことにより、一気にブレイクするかもしれません。小顔とビバストで次は誰の刺客となるのか、楽しみなのである。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。